もうこのね、三枚並んだら、もう結婚でしょうこれ。ほ、うん。みさん、こんにちは、さらです、えー。今日はお待ちかねですかね。<laughs> 竹もねの第九弾を占っていきたいと思います。うん。 ちょっと最近ね、あのーまあ、白田優さんの関係で、暴露系 YouTuber の、ね、方が、まあ、いろいろと騒がれてて、まあ、佐藤健さんにも、ね、あのいろいろと飛び火するんじゃないかっていうね心配をされてる方のコメントを、ね、たくさんいただいてて、うんまあ、ただ、あのーまあ、東谷さんの YouTube を私、全部見ました。 まあ、昨日占い配信したんでね、まあ、それもあって見たんですけどその中でね城、えー、田優さんのことにもうやめたってっていうようなねあの電話をかけてきた人が2人いてるともうそれは最初はねあのもう名前どうしようかって言いながら結局ね名前出されてたんですけどたけると。 兵っていうことをおっしゃってたんであの、まあ、自分たちもさらされるかもしれないのに優のことをもうやめたってほしいっていうようなねそういう、まあ、電話をしてきたみたいなんですね。それに対して東谷さんはお得意があるっていうようなねあの自分も晒されるかもしれないのに人のためにこうやってあの電話してくる。 やつがいてると、うん、そういうことをおっしゃってたんで私はその言葉だけ聞いてても佐藤健さんとか三浦翔平さんに関してはそんなねあのひどい話はね出ないんじゃないかなとは個人的には思ってます。であとそのモネちゃんが、えー、ちょっとネットでね出てたんですけど「私は単位もらえそうですか?」っていうね明治大学のキャンパスで目撃されたっていうね だからまあ大学がね今卒業できてなくてしかも今舞台の真っ最中でで来年もねまた舞台の出演が決まったっていうことなんでまあ本当にあのね英語力とかそのとても実力はあるのに結局出席ができてないっていうことでね単位が取れなさそうなねでもこれあのちょっと私も知らなかったんですけど 明治大学で8年なんですね8年で卒業できなければダメだとかねいやーなんか何年かかっても卒業させてあげてよって思うんですけどなかなかこんだけねあのー、売れっ子で忙しかったら大学行く暇がないですよね。でもまあこの ね、肩の性格とかをね考えるとねどんなことがあっても卒業はしたいってね思ってらっしゃるんじゃないかなと思うし、うん、ちょっとあの仕事をね減らしてねまず大学、まあ、期限があるんだったらね卒業できたらいいなって思うんですよね。うん でまあ、そんなね、えー、と今本当に「千と千尋の神隠し」ですごく高い評価を受けてるモネちゃん。なんか、えー、もしかしたらあれですか海外でも公演があるかもしれないとかっていう噂もあるんですかね。でそういうこともあの、まあ、海外で活躍しますかとかねモネ、えーまあ、ちゃんの。 舞台にたけるさんが見に来られますかとかそういうリクエストも頂い,いてるんですけどそれは、えー、明日ですね明日ライブ配信の時に生占いをしようかなと思いますので、えー、それは、まあ、明日までお待ちくださいね。で今日はいつも通りの2、えー、人の現状ということをタロットで見ていきたいと思います。 ええー、もう九段ですね。<laughs> すごい。<laughs> はい、見ていきます。 むこれゃこれ嘘っていうのはいいカードってことですよ <laughs> えー、マジーこういう展開ですはいえー、竹もね第9弾の展開こうなりましたもうちょっと叫んでしまいましたけどもうこれね3枚で終わるっていうことねでこの法王はもう法的な結婚とか もう真面目な恋愛祝福される結婚っていうキーワードがありますそして「神の家」はもう「父の家」っていうキーワードがあるし「月のカード」は母性愛っていう意味がありますもうこのね3枚並んだらもう結婚でしょうこれうんなん,なんかえもう第10弾ないんじゃないのってもう一瞬思ったぐらい このカードの展開から見ると結婚しか考えられないんですよ。でもね、モネちゃんの大学のこともあるし仕事もあるし、たけるさんのね、今ね、その騒動、まあ、暴露系のねこともあって騒がしくってとかね考えるとねありえないカードなんですよね、こういう出方するのは。 だから、まあ、そんなことを全然、ね、あの意に介さずもう本当にこのカードだけ見るとね結婚に向けてもうお互い一家族の段々とかね、うんまあ、母性的な気持ちっていうのをねすごくなんか強く持ってるようなねそんな気がしますね。 まあこれはねあの、まあ、母性愛なんだけどまあねあの不安な気持ちなんかも表すんですよねだからうんまあ結婚に向けて進んでいくけれどもまあ不安な気持ちはあるけれど形としてやっぱりそっちの方向にねどれかやっぱ進んでいかないといけないっていう気持ちがあるのかなって思ったりしますねまああの ね不安だけれどもこのね月のカードの後っていうのはだいたいねマンダラで並べた時には太陽のカードがあるんですよだからまあ明けない夜はないっていうのかな、まあ、ちょっとまだ日は昇ってないけれども不安だけれどももうすぐ、まあ、太陽が顔を出しますよみたいなねそういう意味になるのでうん。 やっぱりなんかこう水面下では進んでいってる気がするんですよね。今までの第1弾から第8弾までよりも今日のこの9弾ってあまりにも結婚に結びつくカードなんでうんちょっと私自身がえー、今のこの情勢2人を取り巻く環境とかを考えてこのカード出る って思うようよなね本当にちょっと意外なカードの展開なんだけど喜ばしいカードなんですよね。うん、まあこれ今日ちょっと3枚で終わっちゃったんですけどまああくまでもあくまでもねあくまでもですよあくまでもエンターテインメントですあくまでもタロット、まあ、たかが所詮タロットですよ。 まあ、ま、ねこういうのを見てちょっともやもやする気持ちを持ってる方ね少しでもね、あのー、望みをね託してもらってもいいんじゃないかなって思いますね。ちょっと私はもう本当にまさかのこのカードの出方だったんで喜ばしいけど「えー、本当に?」っていうのが本当、あのー、本音ですね。 うん。もう一回言います。タロットです。占いです。エンターテイメントです。をそれを分かった上で、まあもう結婚に向かっていってるカードの展開が出たっていうことが今日の結果です。ということで、えー、今日は竹山ね第九弾をタロットで占ってみました。うん、チャンネル登録グッドボタンコメントまた。 リクエストがあればお寄せください